今週に入ってからの情報量が半端なくて、私の頭はついていけません。1話15分とは思えない情報量です。万太郎は、つくづく人に恵まれてると思うのだけど、ドラマでは描かれていない苦労をしていることは、十分に伝わってきますね。自由民権運動の早川逸馬。再登場したけど、ノリは変わらないね。しかし、やってることはかなり変わったかな？と思ったけど、やり方が変わっただけなのかもね。待合茶屋って、やっぱり水商売だよね。表だって話ができない時に利用されていたのかな？芸妓との遊興や飲食も目的だったのかな？いずれにしても、怪しい場所ではあったはず。大学の関係者の身内が経営しているとなると、クレーム入れてくる人もいるでしょうね。第120話のあらすじです。いつまが連れてきた資産家の永森は、万太郎の図鑑の出版や標本の保存に投資をしたいと申し出る。そして、季節は夏から秋へ。竹雄、綾、藤丸は、酒蔵を買い取り沼津へと移ることに。万太郎もある決意を固める。